この箱、中で寝れるかも。お手柄だ。じゃあ寝てもいいか？背が伸びる品はあるか？私は彼女のことをよく知っているわけではありません。ただ、龍雲神君から、彼女は気性が荒く、心を抑えなければ、周囲に大きな危害を与えてしまうと聞きました。普段、暇を持て余しすぎているからかもしれませんね。私が、彼女に仕事をお勧めした方がいいのでしょうか。金はね、気に入った飲み物を飲むと芝居の創作意欲が上がるんだ。僕の寝台の下に茶葉入れが置いてあるのも、彼女がやる気をなくした時にあげるためなんだよ。そうすれば僕はずっと狂客物語を楽しめる。こっそり教えてやるけど、誰にも言うなよ。あの人、ガチのロックファンなんだ。どんだけ忙しくても、あたいのライブを週に3回以上は見に来る。和遊茶館の看板娘って言ったら、近畿書画とか、花鳥風月みたいなのを好むイメージだよな。きっと普段からストレス溜めてるにちげえねえよ。